はい、あの坂口、ここで新ルールを紹介しよう。その名もガチホコだ。ガチホコというオブジェクトをチーム間で奪い合って相手のゴールにタッチダウンしたチームの勝ちだ。1人がガチホコを所持して他の3人はそれを守る。チーム一丸となって行動することがとっても大事なルールだ。他のガチルールのように激しいバトルが予想される。君たちの健闘を祈る。